こんにちは、ともに、あらだです。今日はですね、デパコス並みのオールインワン化粧品を皆さんに3つご紹介したいので、最後までご覧ください。今年は本当に寒いですよね。で、寒さに比例して、なんか乾燥もひどいなって思っているんですけれども、もちろんね、いろんなスキンケアもしたいんですが、疲れ果ててもう眠いよっていう時にオールインワンって本当に便利ですよね。で、オールインワンって昔は仕方なく使うっていうイメージだったんですが、今はですね、本当にプチプラでも、もうこれデパコス並みじゃないって思うような、潤いだったりとかの成分がたっぷり入ったオールインワン化粧品が続々と発売になっていますので、今日はそちらをしっかりと解説していきたいと思います。では早速一つ目がこちら、グレースワン芳醇リペアジェル EX です。このグレースワンの芳醇リペアジェルですが、中身はこの赤い感じのもので、中身は動かすとね、ちょっととろーっとこんな感じのジェルクリームっていうんですかね、肌にのせてみると結構クリームタイプですね。伸びも結構こういいです。ジェルって書いてあるんですけど、どちらかというとこっくりしたクリームのようなテクスチャーで、塗ったところと塗ってないとこんな感じで、わかるかな、こっちが塗ってる手ですね。ベタベタはしないんですけど、スーッと入っていくんですけど、ちゃんと膜も張ってくれるっていうようなクリームタイプのオールインワンになります。このグレースワンの芳醇リペアジェルなんですが、すごいのがですね、プチプラなのに高シワ試験っていうものをちゃんとしてるんですよ。で、何かっていうと、ちゃんとこれを使うとシワが軽減されてますよっていう評価試験をちゃんとクリアしてるんですね。なのでパッケージにもちゃんと乾燥小じわを目立たせない効能評価試験済みって書いてありますよね。これってデパコスの商品には結構やるんですよ。なぜかというとお金もかかるので、この試験って。だから結構これをしてるっていうのは今評価が高いなと思います。もちろん乾燥小じわですから、こう潤い成分があるっていうことで乾燥小じわが軽減したよっていうことを出してると思うんですが、3種類のコラーゲンと3種類のヒアルロン酸、そしてエラスチンが入っています。コラーゲンもヒアルロン酸もどちらも分子量が大きいものが大半なんですが、3種類入ってるっていうことは、やっぱりちょっと分子量変えてきてると思うんですよね。表面の方に効くもの、内側に効くもの、奥の方まで効くものっていうような感じでしっかりと段階を踏んでいるので、保湿という効果が高いんじゃないかなと思います。そしてもう一つ、抗炎症という意味でですね、アスタキサンチンが入ってるんですよ。で、アスタキサンチンってやっぱりこれ自体も強力な抗酸化作用ですから、まあ、紫外線が当たった時の炎症を抑えたりとか、乾燥から起こる炎症ということも抑えてくれる効果が期待できるものになります。で、もう一つ私がすごくいいなと思ったのが、実はこれ私の大好きなビタミン A の誘導体、レチノール誘導体っていうものが入っています。それがパルミチン酸レチノールです。パルミチン酸レチノールっていうのはビタミン A の誘導体で、ビタミン A っていうのはレチノールがすごく有名なんですが、シワ改善というようなことが謳える成分になります。なんですけれども、効果が高い分、やっぱり A 反応といってちょっと赤みが出たりとかっていうこと、皮むけが起こったりということがあるんですが、レチノールは少し、まあ、効能が劣るわけじゃないんですけど、活性がちょっと弱いんですが、長期間使うことでこのパルミチン酸レチノールっていうのは皮膚の水分量を上げてくれる効果が期待できるんですね。なので本当にすぐっていうよりは、何ヶ月も使っていくうちにですね、肌の水分量を上げてくれるっていう効果が期待できるものになります。なので内側からこうパーンと張ったようなお肌にしてくれるっていうイメージですね、私の中で。私もこのパルミチン酸レチノールが入ってるとついつい使いたくなっちゃうので、これ見てると本当にさっき言ったみたいに乾燥の小じわは目立たせないっていうような効能評価も取れてますし、保湿成分もものすごくベタなものなんですけど、コラーゲンとかヒアルロン酸、エラスチンというのは、でも種類を分子量変えて入れてきてるということで、あとは微細なね、炎症を抑えるっていうようなアスタキサンチンを入れてる、そして私の大好きなパルミチン酸レチノールも入ってるっていうことで、本当にデパコス級のオールインワンだなと思うので、気になる方はぜひぜひ試してみてください。続いてはちょっと最近トレンドでもある日本酒からできているオールインワンなんですね。それも日本酒の2大巨頭が出してきている、日本酒を使ってるっていうところは同じ発想なんですが、それぞれの日本酒といいとこ取りをしているなっていうようなオールインワンなので、2つまとめてご紹介したいと思います。それがこちら、白鶴薬用大吟醸の潤いクリームと、菊正宗米と発酵オールインワンジェルです。
白鶴と菊正宗。日本酒に詳しくない方でも絶対聞いたことあるっていうぐらい二大巨頭といっても過言じゃない日本酒ブランドだと思います。ちょっと調べてみたんですけど、面白いなと思ったのが、どちらも神戸の灘というところで日本酒がすごく作ることがすごい盛んな場所らしいんですね。そこにある二大ブランドなんですけれども、本当に元をたどせば、なんか一つの何家だったかな、なんとか家っていうものがずっと日本酒を作っていて、まあ二つに分かれていったっていうようなものらしいです。で、あと全く関係ないんですけれども、例えば東大とかにいっぱい受かる灘中華灘香を作ったのもこのブランドさんたちだっていうことを、なんかウィキペディアかななんかで見ました嘘だったらごめんなさい。でもそれぐらい昔からある、私は本当に日本酒に詳しくないんですけれども、でも絶対美味しいやつですよね。何がトレンドかっていうと、やっぱ最近はこの発酵技術っていうのがトレンドなんですよ。発酵するとですね、やっぱり旨味が出たりとかして美味しくなったりするってイメージあるじゃないですか。お米を発酵させて作るのが日本酒ですよね。だからもともとこの発酵技術っていうのは、日本酒のメーカーさんっていうのはうまいというか、お箱みたいな感じ、お手の物なわけですよ。それで美味しいお酒を作っていたのが化粧品に応用する。発酵させるとですね、旨味が出るっていうことは、何が出てるかというと、アミノ酸ができてるんですね。アミノ酸っていうのは実はお肌にもすごいいい効果があって、肌のバリア機能を改善してくれたりとか、もともとアミノ酸っていうのは分子量がすごく小さいものになるんですよ。っていうのも、まあ、タンパク質をすごく小さくしたものがアミノ酸だったりになるからですね。なので分子量がすごく小さいので、角質に入っていて保湿力を高めてくれるものになります。あとは表皮の細胞が育ってくれるようにターンオーバーを促してくれるっていうことですね。あとはコラーゲンの産生を促してくれたりとか、もうとにかくアミノ酸って本当に食べたり飲んだりするだけじゃなくて、お肌にもとってもいい成分がたくさん含まれています。こちらの菊正宗米と発酵オールインワンジェルはですね、やっぱりこの菊正宗を作る時に使う米発酵エキスっていうものが入っています。この米発酵エキスにも多くのアミノ酸が入ってるんですが、その米発酵エキスからできるアミノ酸だけじゃなくて、これにはですね、アルギニンとかロイシンとかグリシン、アスパラギン酸といった、そもそも化粧品に入れるようなアミノ酸もたっぷり入ってるんですね。だから自分たちで作り出している、まあ、要は秘伝のタレの米発酵エキスからあるアミノ酸だけじゃなくって、そもそも化粧品に入れているようなものを入れてきたりっていうような感じになります。で、その他は豆乳発酵液だったり、あと面白いのがサッカロミセス培養溶解質液って書いてあるんですが、サッカロミセスっていう酵母を発酵させたものになるんですね。これ自体もエラスチンの産生を促したりとか、 NMF っていう天然保湿因子に構造がすごく似ているので、保湿をしっかりしてくれるっていうようなタイプになります。だからこの菊正宗のものはですね、こんな感じ、触るとプル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 ってなりますよね。取ると寒天みたいにプルプルって、お肌にのせると気持ちがいいぐらいテクスチャーがほんとスーッと入っていくようなオールインワンになります。お酒っていうと香りがするのかなと思ったけど、無香料ですね。香りとかは全然ついてないです。で、面白いのがこれ、ビタミン C の誘導体も入ってるんですよ。米発酵エキスだったりとかアミノ酸にはこう保湿っていうのはしっかりしてくれる効果があるので、保湿効果はたっぷり入ってると思うんですが、2種類のビタミン C 誘導体が入ってることによって美白効果とかですね、でビタミン C 自体もコラーゲンとかエラスチンの産生を促してくれるというようなことも期待できるので、ちょっと美白寄りでプラス保湿させたくて、ちょっとふっくらしたいなって思う時には、この菊正宗のオールインワンゲルいいかなと思います。そしてこちらの二大巨頭の一つ、白鶴、こだわりの大吟醸を使った潤いクリームなんですが、これはですね、実は医薬部外品になります。何で医薬部外品取ってるかっていうと、グリチルリチン酸ジカリウムが入ってるんですね。グリチルリチン酸ジカリウムっていうのはやっぱり炎症を抑えてくれるっていうことがあるので、乾燥してちょっと炎症が起こりそうだよっていう方にはとてもいい成分かなと思っております。こちらももちろん大吟醸を作る時に使う米発酵エキスが入っていますから、さっき言ったようにアミノ酸たっぷり入っていますから、保湿成分もしっかり入っています。それだけじゃなくて、ヒアルロン酸だったりとか、血流を促進して肌の水分を上げるようなビタミン E も入っているし、そしてこれにはですね、ヨクイニンエキスっていうのが入ってるんですね。で、ヨクイニンっていうとイボとかを改善するっていう漢方薬の一つなんですが、正直これでね、イボが治るとかでは絶対ないんですけれども、ヨクイニンっていうのは美肌成分の一つではあります。だから少し炎症を抑える効果っていうのが期待できるので、そういった意味ではこれはちょっと肌が炎症に傾きそうな時にしっかりと使って
って潤いも入れながら肌をふっくらさせるっていうようなジェルクリームだなというふうに思います。テクスチャーはこんな感じで似てるんですね。同じように取ってみるとこっちの方がよりなんかみずみずしいイメージはあると思います。こちらも本当にスーッと入り込んでいくので全身に塗りたくなるようなジェルクリームだなと思います。白鶴さんの方ももちろんお酒の香りがするわけではなく無香料になるのでこちらもそういう意味でも敏感肌の方にもいいんじゃないかなと思います。どのブランドも独自性を出してきてますよね。3つね今日ご紹介したグレースワンだったり菊正宗さんのオールインワンジェル、そして白鶴さんのジェルクリーム、どちらもですねデパコス並みというか保湿力だったりとかそういう成分にこだわっていますから、オールインワンってなんとなく仕方なく使うじゃなくてこれ使いたい、これって本当肌がふっくらするっていう指名買いで使いたいようなものばっかりだったと思うので、よかったら皆さんチェックしてみてください。いかがでしたか？このチャンネルではこのように化粧品の解説だったり美容や健康について皆さんに分かりやすく解説しているチャンネルになるので、よかったらチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。